皆様、ザ・バンドアパートボーカルギターの新井隆です。もともとですね、友人からですね、カブ2という、バットキャットのアンプを借りて、ずっとそれをレコーディングで使用させていただいてたんですね。まあ、たまたま借りたきっかけとしては、まあ、これいいよって勧められて、まあ、軽い気持ちで使い始めたら、僕がすごいそのバットキャットにハマってしまったというか、これでいつも撮りたいなみたいな感じでずっとその友達の借りてて、バットキャットユーザーになるきっかけになったのはそういう出来事なんですけども、気に入っているポイントはですね、とにかく音の抜けですかね。こう普通に蓋開けて置いて下に足元に置いてるだけでもかなり音が飛んでくる印象なんで、そういう意味ではスピーカーが一発は思えない感じの音の抜けをがあるんで、そこが僕すごく気に入ってますね。たまにね、こうフェスとかで大きな会場とかになった時でも存在感がほぼ変わらないですね。まあ、僕の印象ですけども、コンディションにもそこまで左右されてない気がします。夏の暑い湿気のあるところだとか、あとこうライブでこうワンマンとかでこう長い時間、そうすると長時間使ってるとこう後半になると少しこう下手ってくるみたいなことってアンプってよくあることなんですけど、割とそういうことに対して強いなという印象も僕は持っています。はい、まずはクリーンチャンネル、チャンネル1について説明したいと思います。まずはちょっと、音を聞いてみてください。といった感じでですね、かなり立ち上がりがまず早いということと、音の抜けがいいということと、一番の特徴はですね、この、マスター部分なんですけども、割とこの、ボリューム結構僕は引っ張ってこう結構引っ張って EQ も割と効きがすごくいいので、上に上げて使う2時ぐらいで使うのが好きなんですが、このピッキングのニュアンスがこうこれだとハイの抜けがいいように感じてるんで、これでやるんですが、この感じですね。それがこの原音そのままに、まあ会場によってやっぱりこう音量変えたい時とかに、これがこのその割とこの自分の作った音色そのままにこの変えることができるというか、そこがすごくこの K マスターの優れている特徴です。じゃあちょっとまた別の曲を少し弾いてみたいと思います。ですかね、かなり、ピッキングのニュアンスが出やすい、アンプです。それをこうトレブルとかプレゼンスで引っ張ってあげることによって、さらにその何て言うんですか、強弱が、例えば優しく、というように弾く場合と、こう何ですかね、カッティングのこう荒々しい感じというか。感じがかなり、標準の出やすいアンプだと思います。それでは、チャンネルに、歪みのチャンネルの方について、説明したいと思います。まずは少し弾いてみましょう。割と潰れがちな高音とか、ハイの方ですね、あとミッドの、潰れる感じがなく、かなりスムーズに出るというかですね、バランスがとにかくいいということでしょうかね。ここのこっちの、この
チャンネル2のベーストトレブル、この EQ がかなり効きが、ここでかなり歪みの成分の感じが変わってきます。今あれだけ、トレブルの感じがしっかりこう、まあ、ベルトン的な、いわゆるこのストラトのベルトン的な部分が聞こえてても、まだこれ12時に行ってないぐらいの使い方であれだけ出るんで、やっぱハンバッカーのギターとか使っても割と使いやすく、かなり調整が、自由に聞くと思います。割とコードメインの曲じゃなくても、動くフレーズでもそのやっぱりこのハイとか抜けがいいことによって結構、やってることが見えやすいというか、いう特徴があると思うんで、ちょっとそういう感じのものをちょっと弾いてみます。いいですね、やっぱりあの見えますね、あのフレーズが割と、なんていうのかな、いわゆるディストーションとか、 これだけ結構弦を稼いでやろうとすると割とちょっと潰れがちだと思うんですけど、今僕のこの目の前で聴いてる感じはかなり抜けがよく、分離がいいですね、フレーズが見えやすいように感じます。はい、じゃあちょっと設定を変えてみます。ちょっとそうですね、逆にこれをもうフルにして、ちょっと割とちょっと大げさに歪ませてみて、このマスターの、やっぱりおかげで、この K マスターのおかげでですね、小さい音だけどすごい歪んで、こうそれと一緒に減衰していくことが少ないということが言えると思います。すごいな、本当にすごいいい感じですね。で、逆にこれをまま、まあ、上げていくことももちろん、上げて、出すこともできると、そのままの音色で音量感だけを稼ぐと。自分が作ったこちらの好みの音でそのままの、自分の出したい音量感を選べるというのがこの K マスターの特徴です。はい、最後にですね、じゃあもう本当にいつも、やってる感じというかですね、この足元にボードが置いてあるんですが、そのいつも歪みはね、あのこういうチャンネルについてますけども、歪みのチャンネルありますが、結構ペダルであの歪ませることが多くてですね、このチャンネル1のこの、クリーンの音色に、こう自分の、まあ、好きなペダルを使ってですね、使う感じなんですが、ちょっとその感じをやってみたいと思います。感じでですね、あの非常にあのペダル、普通そうですね、このクリーンの音の感じが、まあ、ずっと言ってきてることですけども、とにかくしっかりした腰のある音なので、オーバードライブとか、のノリがすごくいいですね。例えば、こういうっていう、まあ、こういうフレーズがあるんですけども、まあ、これをサビではそのまま歪ませて弾くんですけども、そういう時にまあノリがいいですね。もちろん、他に空間系を使ったりもするんで、そういう時にもう結構かなりこの弦音の感じを、太さを損なわずに、ペダルとの相性がすごいいいと思います。何でも結構万能にいけるというか。
ごくとにかく原音がしっかりしてれば、ペダルとか選ばないですし、自分の好きな音が作りやすいですね。僕が結構ペダルを使う理由はクリーンのその元も出ている音を、自分のベーシックの音として、それをそのまま歪ませたりとか、そういう何ですかね、こう昔はアンプを分けたりしたんですけども、その今元ある自分のデフォルトの音のこの進化系みたいな感じでこう派生させていきたいっていうのがあるんで、結構ペダルを使っていろんな音を作ってやってます。